付き合ってるとはいえ、実際やってることなんて放課後一緒に遊ぶくらい。ほんと、なんで付き合ってんだろう。なあアグリ、お前俺のどこに惚れて告ってきたわけ？あれ？まだ言ってなかったっけ？どうせ顔が好みだったとかそんなんだろ。それはね、当然タスクがかっこよかったからだよ。ほーら、アグリにぬいぐるみを取ってくれた中学時代のタスクがね。おー、何やってんのさ。中学時代に俺とお前が？うん、たまにここでゲームしてるタスクがすごく楽しそうで、あの時からずっとタスクが好きだったんだ。中学時代？あんな俺の暗黒時代にそんなこと。そうだ、思い出した。昔たまにここでうさばらししてて、そこでたまたま。だから同じ高校だって分かってチャンスって思ったのに、タスクすっごいイケメンさんに変わっててさ、ギャルっぽい子が好きって聞いてアグリ頑張ったんだ。あ、どうしたの？今日はもうここで解散。一緒に帰ろうよ。お前家こっからすぐだろ。じゃあな。ちょっとタスク、まあ、なんだこれ。なんで俺今更アグリに、中学時代から見ていてくれたあのダサかった俺を。あいつあんな可愛かったっけ？なんでこんな急に可愛く見えたんだ？なんでだー！